い、どうも、嫁と俺のマルコです。嫁です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと待って、これ逆じゃなかった。マルコです。よろしくお願いします。おかしくない？逆じゃない？まあ、平成生まれ、17歳差のファザコン女子。ファザコン妻に。イケオジ？いますね。イケオジって何？イケてるおじさん？はい、そうです。の略でいいのかな？その名の通り。イケてるおじさんが好きなのよね。好き。年上がそもそも好きなんだもんね。うん。おじさんぐらいがいいんだ。そうだね、ファザコンだからしみじみ俺の顔見んのやろ。そんな嫁ちゃんにどこからが私に刺さるイケオジなのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って、うん、今更だけど難しいね。そのイケオジの要素を持ってなかったと思うよ。そうだね、別に持ってなかったかもしれん、もしかしたら。直球すぎんな。オブラートって言葉知ってる？ここのチャンネルって結構おじさん層多いじゃない、年齢的に見てくださってる方が、うん、なのでそういう人たちが、じゃあ今からイケてるおじさんになりたいって人もいるじゃん絶対。うんうん、もう素晴らしいですよ、ね、イケ推しの人口が増えれば増えるほど私どもは、なんて、私どもは幸せになれますから。あー、おじフェチとしてはね、はい、おじ年取ってきて余計思うのが、はい、その生き方であったりとか、美しくいたいって、うん、その見た目だけじゃなくてね、うん、美しくいたいって思ってる気持ちってすごい大事だと思うんで、やっぱり嫁ちゃんファンの人が、うん、嫁ちゃんそういうのが好きなんや、そういうところこだわるんや、じゃあ俺も頑張ろうっていう人が、うん、なんか出てきてくれたら嬉しいなと思って、うんうんうん、思って、うん、今日の企画を発案してみました。はい、どんな返事来たと思います？何ですか？あ、じゃあそれやろうかじゃなくて、ディフいや、いや、慣れでしょう。わかんねえよ。なりますよ。わかんねえよ、俺別におじフェチじゃないもん。俺はどっちかっていうと色白の可愛らしい男の子が好きなんだよ。真逆ですね。うん、ふにゃっとしたさ。うん、全く真逆ですからね。いや、そんな俺の好みはどうでもいいんだよ。はい、早速語ってもらおうじゃない、イケオジ。私の好みのイケオジはこんな人みたいなさ。うん、分かった。語っていこうか。大丈夫？なんか歯にニラでも詰まってる。大丈夫かな？大丈夫大丈夫。すげえ顔してたけど。大丈夫。まずはヒゲがついていて。ちょっと待って、ゲームのキャラメイクみたいに言うなよ。ヒゲがついててじゃねえよ。そっか、生えるんです、これは。はい、あのヒゲが生えていまして、そうだな、濃いめの顔の方で。俺じゃん。で、あとは何でもいいかなって思う。あ、ちょっとざっくりしすぎた。あ、でも短髪よりも髪がちょっと長い方が。俺じゃん。え、俺じゃん。そうだね、俺もロン毛の方が良かったってこと？でもなんかマルコさんはあれなんだよ、別にそのイケオジだから好きになったよりかは。え、ちょっと待って、うん、だから好きになったわけじゃないわ、逆にへこむな。あ、そう、あ、イケオジですよ。イオジですか？頭のイカれたやつだと思ってる。あ、でもそれは正解。フォローせ。正解です。フォローせ。これはもう、じゃあルックス的にはそういうことだ、ヒゲ生えてる方が好きとか。うん、あ、そう、ダンディーな方が好きって言ったんですか？あ、なるほどなるほど。うん、いや、なんか私にとってイケオジっていうのはさ、それを聞きてるんだよ、最初からそれを聞いてるんですよ。あ、そうか、なんかその恋愛対象とかではなくて、はいはい、推しってわかりますか？わかるよ。最近で言う推しという、もう神様のようにこう祀るような存在でございますから、うん、もう中身はどうでもいいです、ね。うん、中身はどうでもいいですビジュアル的な憧れの対象ってことだね。あ、そう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 。もうだから二次元に近い存在なんだ。それですよ、私の目の前に映ってくれて、もう本当にありがとうございますっていう感じ。ああ、なるほどね。もうそれだけで尊いと。尊い存在。はいはいはい。街歩いてたらあーってなるんだよ、やっぱ。あーっていうよりも、あー、拝む方ね、拝む方だね。それはさ、服とかもやっぱ関係するの？あ、服は関係するかもしれない。おお。いや、関係する。やっぱスーツとかさ。あー、いいですねなんか、そうやな、ちょっとカッチリしとる格好の方が好きかもしれない。あー、ちょっと着替えてこようかな。これ着てる人はさ、イケオジではなくない？ちょっと頭のいいからじゃあ、この服はすごくかっこいいんですけど、柄に柄のズボン履いてるし。今日は柄じゃねえよ、ジーパンだよ。うん、そうだね、まあ、ちょっと柄、そう、柄ちょっと柄出てるけどこの人はもう全身柄みたいなものがいいんですけどそうそう、キャラクターもなくてもやかましいわ。なんかほら、こうたまにこう、黒いT シャツにさ、シンプルにさ、はいはいはい、ジーパンとか入っとるとこうなんかポーってなりますね。やっぱそういうのがいいんだ。うん、シンプルにするとそうだよね、うん、俺自分でも思ってんだよ、うん、俺 YouTube 以外でもこういう結構柄の強い服よく着てて、そうね、おしゃれかどうかってのももちろん好きなんだけど、こうパッと見で覚えてもらうっていうのが好きでさはいはい。で、最近気づいたのよ、今言ったじゃん、柄って、うんうん、柄が、そう、柄着て、柄入ってるんだよね。全部柄、靴まで柄の時あるからね。そう、全部柄。
ヒョウ柄とかさ、ヘビ柄のさ、なんか靴履いてるの。なんか行き先を間違えた迷彩服の人みたいな、どこに行くつもりだったのかなっていうね。なんかいろいろ行き先が決まってんだよ。どこ行くのみたいな。氷山森みたいな。氷山って。ああ、そっか、でもやっぱシンプルなファッションの方がいいんだ。そう。T シャツでもいいんだ。あ、全然いい。顔がイケとったらさ。おい。顔、ちょっと待って、これはさ、語弊がある。そう、だからそうじゃん。結局さ、ただしイケメンに限るの話じゃん、それ。限ってんじゃねえかよ。真面目な話になっちゃうの。あ、いいよいいよ。なんか年を取ってもさ、こうでありたいとかそのなんだろう、こう生きていたいっていうのがなんとなくこう言えよ、わかんねえよ。そこで振られてもよ。こういう外見でいたいっていう、そういうこだわりを持ってる人ってすごくかっこいいなって思う。なるほど、純粋に。それはそのイケオジに限らず女性も男性も。そうだね。そうそう、また自分もそうでありたいし、うん、諦めたり妥協したりするのは違うかなと思ってる。そう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 、ちょっとずれるけど、イケオジじゃなくても私を求める身なりに気を配るというか、うんうんうん、そういう人って言うんだ。そういう人っていうのは本当に素敵だなって思うかな。わかるわかる、うん、純粋にね。いつも同じ T シャツにハーフパンツみたいなやつに、うん、もう足の跡ついちゃってるようなサンダルとかアウトでしょ。うん、だね、わかる。それ俺も嫌だもん。きちんとしてくださいってなる、うん。イケオジって顔の話してたじゃん、うん、顔って多分一般的に整った顔とか綺麗な顔がいいって意味じゃないんだよな。あ、じゃない。好みの全然じゃない形みたいなやつがあるんだろう、多分。好みの形があるんです。あー、でもわかるわ。好きな芸能人ってでも一般的に言われるイケメン系の顔の人多くない？阿部寛さんとか。阿部寛めちゃめちゃイケメンじゃねえか。かっこいい。かっこいいな、大好き。かっこいい。抱かれたい。あとカズキ。上の名前が出てきた。北村、北村、北村カズキさんとか。もうあれじゃん、じゃあテルマエロマエなんか見たら、あ、もう不評って感じですよ。不評、不評。爆発してしまいますね。ね、顔濃い人好きね、やっぱ。うん、俺の好きな俳優さんで言うと岸辺一徳さんでしょ。ああ、岸辺一徳さんいいね。かっこいいよな。かっこいい。かっこいい、好き。ね、もう何考えてんだか分かんないのが好き。分かんないね。違うじゃん。何？イケオジずれるけどさ、うん、めっちゃ好きな俳優さんあれじゃん。誰？松田。あ、松田優作じゃない。優作もか、優作さんもかっこいいけど、松田龍平。松田龍平さんは一時期めちゃくちゃハマってた、ね、高校生の時。ね、煙みたいだよな。そう、ふわって出てきそうだよね。うん、わかる、この感じ。わかる。こう、この辺の煙がふわって人の形になりそう。そう、そうだね。でも多分実際あったらすげえオーラあるんだろうね。いや、絶対にあるよ。煙どころじゃないんだろうな、うん、ドラマとか映画だとさ、ふわって感じするけどさ。そう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 、いや、すごい存在感だと思う。そうだろうな、うん、違う違う、そ、俺が言ったんだよ。俺が言ったんだよ。なんで俺がそうだろうなって言ったんだよ。俺のやつだよ。自分で言って自分で納得してんじゃん。言ってるやん、それやったら俺、まあ、でも完全にいつも通りだから、あ、そしてほしい。薬かなんかもらわれてんのかな、もしかして。最近著しく記憶力が低下している気がするんですけど。大丈夫。大丈夫って言葉ってさ、大丈夫な時に使わないこと多くない？多い。お腹痛い、大丈夫。絶対痛いじゃん。推しのイケオジっていうのはやっぱそのビジュアル的な意味なんだね。そうだね、とか、あとはその映画の役とか。あ、やっぱちょっとハートフルなイケオジが好きなんですけど。ハートフルなイケオジ、うん、クールじゃねえんだ。熱いイケオジがあるんですね。あ、そう、うん、なんか俺の中のイケオジって、うん、ちょっとこう一歩引いて、あ、うん、わかる。そう、内面がめちゃくちゃ熱いって言ったらいい。あ、一歩引いてるけど。そう、実際いるの、そういう人って。こう街歩いててさ、うん、あんまり見ない。最後までご視聴ありがとうございました。何だったんだよこの回の本当。何の回だよ次回はもうちょっとちゃんとした企画やります、はい、この動画を気に入ってくれた方、俺も生きようしてるっていう方は動画の高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よろしければフォローしてください。なんで酔っ払ってんのかよ。ちょっと酔っ払ってる。イケオジに。そうそうそう。TikTok の方では、演奏動画だけじゃなくて、ギターの教則動画とかも載せてますんで、よかったらそちらの方もフォローしていただけたら楽しんでいただけるんじゃないかと思います、はい、というわけでよかったらまた見てね。また見てね。今度はちゃんとした企画やろう。はい、本当にしっかりした動画をお届けします、ね、このペニャペニャのやつだよ。
年末じゃねえんだよ。